見えてたら教えて。映像問題なかったら教えて。見えてたら教えて。見えてたら手挙げて。映像と音声問題なかったら教えてください。OK。 はい、OK。 音も悪くない。一応ね、今回ね、直樹兄さんの身長の高さに合わせました、カメラを。みんなが直樹兄さんの目線です。一応これを使って、シャドウをやる。
みんなが直樹兄さんの目線ですね。もうちょい下向くのかな。この辺かな。こんな感じかな。こういう感じでいきましょうか。内側の方がいいのかな。内側の方がいいのか。じゃあやりますか。あばらはね、治ったよ。じゃあ行きます。1ラウンド目から行きます。あ、軽くジャブから。
ワンツー入れます。長えな。これが捨て頃の2分2ラウンドです。結構長いでしょ。長いでしょ。2分2ラウンド。この中でね、どれくらい直樹兄さんをパンチを避けて自分のパンチをどれくらい当てられるかが勝負になってくるんで、2分間動き回って、避ける動く、避ける打つ、避ける打つ、繰り返していきたいと思います。長いね。ひたすらもう反復練習あるのみなんで、今度はじゃあウィービングの練習します。2分2ラウンドいきます。今度は防御のディフェンスの練習します。残り10秒。5、4、3、2、1、行。
きます。入りくぐって三連打いきます。
水買ってきます。結構きついです。ただね、右のあばら、胸筋さんにね、もらった右のあばらは回復してます。大丈夫だと思います。これでね、治ってなかったらやばかったけど、いい感じです。ちょうどこれくらいかな。直樹兄さんの身長です。大サービスで直樹兄さんのイメージトレーニングしやすいように。視界から消える。頭振って視界から消える。こうね、こう。ただね、やっぱね、打ちづらいね、下からだから。普通こうなんだけど、これがこの辺になるね。この角度がこうなるね。大変です。これがこうなります。いや、メガネは外しますよ。ただやっぱり視界が綺麗なんで、シャドウの時は別にかけてる人いっぱいいますよ。試合はもちろん外します。いや、結局ね、何やるか分かってても、反射神経凌駕すればいいんで、相手の反射を凌駕する動きを、対策なんか練ろうがない。相手もありがとう。頑張るよ。俺の場合、普通に近づいたらこうなんだけど、これがその距離なんだけど、こっからここ入っていきます。はい、ワンテンポでガッと入って、こうくるんで、左右どちらにももういけるようにね。必殺技はこれです。これですね。じゃあ基礎練やります。ブーメランフックとかね、ロシアンフックって言われてるやつですね。基礎練します。反則ではないですよ。反則ではありません。
2分2ラウンドいきます。もう1ラウンドやります。休憩。
ボクシングの反則だわ、前面の後ろを打つ行為ね、あと下半身を打つ行為、上半身の前だったら OK です。TT さん新宿来れるんですか？近いんですか？じゃあ今度ぜひ。どれくらい近いんですか、新宿。息整ったらシャドウやります。近いっすね。今から来ます。お嬢早く。いいよ、一緒に揺れよ。サプリお疲れ、帰ってきた。6ラウンド。もしよかったら延長台アイテムお願いします。じゃあ行きますか。シャドウします。
うわ。ありがとう。ハートありがとう。アイテムありがとて。え、シュッシュ言うの？先生、先生、あのね、呼吸を忘れないためにやってんの。わざと吐いてシュッて言って、フッとかサッとかファッとかバンとか言って、息を吐いて呼吸を忘れないようにするため。吐くっていうこと。呼吸を続けるためにやんの。そうだ、シュッて言わないボクサーいないはず。呼吸忘れるとチアノーゼって言って酸欠になるから。そう、ムエタイとかだと気合い入れるためにもっと大きい声出すけどね。えいとかあーとかうーとかやいやいとか言うでしょ。うえいとかえいえい。やっぱ背高い相手はやりづらいな。もうそうだね、動き回るっていうことだね。癖をつけて足と手を止めたら負けなんで、常に動き続ける。足止められたら終わり、手止まったら根性負け。常に打たれても避けて、距離取って、
距離詰めて動き回るっていうのが辛いですね。そう、背高いと有利だよ。あとは体重、僕68ぐらいなんだけど7キロ増量したんで、パワーは重くなったんですけど、ちょっとやっぱりスピードが落ちてるんで、そこが課題っすね。汗が止まんね。手でワンツーの人もいるね。それはあの人によって、やっぱりそのワンツーの感覚が短い人が、やっぱ短ければ短いほど理想なんで、シュシュっていうよりも、やっぱシュってワンツーっていうタタンっていうタタンタタンっていうのが理想だよね。いや、防御させない、ワンでブロック崩してツーでぶち込むっていう。痛いのはね、そんなでもない。後日痛いけど、戦ってる最中は痛くないから。それは男の人、喧嘩したことある人なら分かるんだけど、次の日が激痛、もう動けなくなるだけで、戦ってる時アドレナリン出てるから大丈夫だよ。むしろ気持ちいいぐらいだね。アイテムありがとう。アドレナリンっていうのは戦う物質で、怒る時に出る物質で、アドレナリンの効果っていうのは戦闘本能なんだけど、血液の止血、要は傷がついた時に血を止めるっていう作業と、怒りっぽくなるっていう作業と、殴られた時に快楽物質が流れるようになる、で痛くなくなる物質がアドレナリンだね。女の人は出産とかの時に流れるはずだけど、次にアドレナリンが切れると、その痛みが急に、要は麻薬が切れる状態だから。人間すごいね。で、今度はこれに16オンスのグローブの重さがあるからね。ヒカル君のコーティングは剥がれてきたな。糸はピンって剥がれてきたんだけど、コーティングが本当にそんな強力なのかな。ゴムみたいな。じゃあそろそろ再開しますか。暗いかな。こんな感じかな。じゃあまたジャブからワンツーからいきます。
どうぞ、ありがとう。あ、和田さん、どうもどうも。はじめまして。和田です。どうも。あ、いる、さ、ルクさんいらっしゃい。なんで見るのが辛いの？ルクさん、ありがとう。相手もありがとうね。無理してる？別に無理なんかしないよ。練習だもん。あ、そうっすか。形良くなってきてます。ありがとうございます。水も一本買ってくるわ。切れた。ちょ、水取ってくる。いい天気だな、気持ちいいな。いい天気だ。そうっすね、ひたすら修練あるのみっすね。急に強くなるわけじゃないんで。バカありがとうね、みんな相手もありがとう。炎上台に使わせてもらいます。みんなありがとう。もしよかったら、ふわっちょ YouTube と Twitter の、3点セットフォローよろしくお願いします。ステゴロ2に出るんで、第2試合やるんで、もしよかったら、応援してください。頑張ります。あいよ、おそ。いいよいいよ、ルナルドさん来たいときに来な。俺もやりたいときに配信やるから、来たいときにおいで。お、近所に住んでるカラスだ。おはよう。もう2年ぐらい住み着いてんだよね。この辺が島なんだよ、あいつを。さて、今ね、10ラウンド終わったんで、もう半分やって終わりにしますか。軽く流して、そうなんだよね、さっきコメントにあったけど、 B 株体力勝負なんだよね。スタミナ勝負、スタミナ、瞬発力、バネ、あとディフェンスの技術だね。うん、ちょうど2時間ぐらいでいいんじゃないかな。よし、じゃあやりますか。メガネないと見えねえな。メガネ。
感じ。
デンプシーロールってまずないもん。ピーカブースタイルなの。デンプシーロールやってあげようか。これデンプシーロールじゃないです。ピーカブースタイルです。デンプシーに入る前の初動の動きですね。相手もありがとう。ああ、和田さん30個もありがとうね。初見さんなのに申し訳ないです。これはね、デンプシーじゃない。デンプシーロール体感する？いいよ、やってあげるよ。疑似デンプシーロールやろうか。だね、デンプシーはね、体力消耗激しいし、結構危ない技だと思うよ。簡単に言ったら、体振りながら左右の服ぶん回すだけだから。体幹が強かったら全然いけるよ。見えてんのかな、これ。コメントねえな。見えてんのね。いや、無理しないと強くなんない。練習で強くなんないから。無理しないとダメ。ここで無理できないやつは勝てない。怪我はしないようにするよ。そうそう。無理しないと。うん。休憩させて。リハビリだから。前回の暴れ痛めてから動いてないから。ちょっと待ってよ。ゆっくり起動させて。あ、次そのコメント書いたらごめんなさい。ブロックです。うち NG ワードです、それ。頭皮やばい、おっさんだからね。ダメージヘアだから。33歳ダメージヘア。試合に出るよ。おはよう。もしよかったら延長分アイテムいただけると嬉しいです。皆さん、アイテムよろしくお願いします。いや、勃起してないよ。してない、してない。うん。あ、知らない人はしょうがないよ。いいよ、いいよ。次書いたらブロックだけど。
間違えた。はい、ありがとう。ありがとう、花火。一応ね、2分30秒インターバルの、間隔を身につけるために2分30秒2ラウンドや2分2ラウンドを細かく分けてますね。リハビリも兼ねて。大花火ありがとうございます。久々の1ヶ月ぶりのトレーニングなんで。一応ね、カメラの目線が直樹兄さんの身長に合わせてあります。カメラの目線が直樹兄さんの身長に合わせてあります。はい、皆さんありがとうございます。アイテム、天気いいね。カオスおはよう。今14ラウンドやりました。あと6ラウンド頑張りましょう。そうっすね、そんな感じです。アンバサいいね。アンバサ美味しいよね。いいコテハンですね。俺もアンバサ大好き。アンバサいいよね。うまいよね。やっぱり、2分2ラウンドしかないんで、3回ダウン取らないといけないんで、短期決戦かなと思ってますね。もしよかったら皆さんフォローよろしくお願いします。デンプシーロール見たい？デンプシーロール見たかったら次のラウンドでやるけど、見たい人手挙げて。デンプシーロール、うん、あばら治ったからトレーニング復活してます。ちょっとリハビリ兼ねて軽めに。デンプシーロール見てみたい？じゃあ、最後のラッシュでやりますね。残り、10秒の時に鐘が鳴るんで、そこからデンプシーロールやります。要は1分50秒間は普通にシャドウでデンプシーじゃないピーカブーやって、最後にデンプシーロールやりましょう。どういう技なのか。じゃあデンプシーロールだから、直樹兄さんの身長じゃなくて目線落とそうか。ちょっとみんなの身長何センチに設定する？何センチぐらいで見てみたい？合わせるよ。空手チョップはないですね、グローブなんで。じゃあ次はデンプシーロールやろうか。デンプシーロールはボディじゃないですよ。ボディにも入れるんだけど、デンプシーロールは基本顔面狙いますよ。170でいこうか。OK。じゃあ次のラウンドデンプシーやろうか。残り10秒だけね、置いといて。だね、体力消耗が異常に激しいからね、あんまり有効な技だとは思えない。うん、170ね。俺の身長が170だから、俺の目線に合わせようか。簡単に言うと、サイドステップからのボディの連打っすよ。ウィービングからの。アッパーのセンスあるよって、今日出してないけど、アッパー。ドルさんにベタ褒めされた。ワドはアッパー強いって。右アッパーね、褒められてます。だから、フィニッシュブローなんですよ。だから、見せてないです、わずと。ジムの時だけアッパー練習してるんで。コメントで書いちゃうと、直樹兄さんに対策打たれちゃうんで。右アッパー、フィニッシュブローの1個っすね。3つ持ってる。3パターン持ってるんで、ダメです。内緒ですよ。アッパーね、なんでか知んないけど、右アッパー褒められるんだよね。左アッパーダメだって言ったけど、アッパーパンチあるらしいですね。
なんか、3種類に分かれるんだって、得意のパンチが。ブーナフックはね、強いね。なんだろう、ああいう人たちがさ、なんだ、ボクサーじゃなくてね、総合格闘家。うん。フィニッシュブローは3パターン僕は用意してますね。じゃあやりますか。今、14ラウンド。てかもう最終ラウンドでもいいかな。はいはい。これがね、身長170ぐらい。OK。これが、僕と同じ身長170ですね。で、デンプシーロールね、やりましょう。ありがとう。いや、体力勝負激しいね、やっぱり。じゃあ、次のラウンドでラストにします。
るの。どうだろうね。慶応勝ちしか考えてないね。みんな見てくれてありがとうね。疲れた。お疲れ。20ラウンド無理だね。16ラウンドで今日は終わりにしたいと思います。いい汗かいたね。ありがとね、みんな。あ、もしよかったら延長代ください。アイテム少しいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。延長入ります。あとはサンドバッグ叩いて走り込んでだな。俺の師匠はね、格闘技の師匠ドレさんだよ。ドレさんがずっと叩き込んだから。先生だね、先生。深夜食堂先生。ハートありがとう。いい汗かいたな。天気いいから気持ちいいな。プールで泳ぎたいな。水泳行きたいな。門竜のね、左手の小指がちょっと心配なんだよね。大丈夫かね。ボクシングが背中向けたらダメだからね。
汗かいたらむくみ取れたな。ゴミ捨ててくるわ。ちょうどやっぱペットボトル2本分汗かくね。むくみ取れたね、顔のね。すっきりしてるでしょ。いい汗かいたわ。太陽が出てきたからカメラのコントラスト変えないと。光が多分反射してる。光というか太陽が眩しい。これで終わりにしたいと思います。皆さん、6月の23日土曜日、新木場ファーストリング、ツイキャスの弁当太郎さんの枠で